ブライアン・ウィット・オスは、イギリス生まれで、ニュージーランド出身の大学教授。現在は、マッセイ大学で教弁をとっている。主な研究分野として、社会工学とコンピュータ科学を専門としているが、博士号を取得する以前に士官として軍役についた、経歴があり、また哲学的な宇宙論を公表して注目されるなど、得意な経歴を持つ。イングランド北西部オールダムにて出生後、 ニュージーランドにて育つ。大学卒業後にニュージーランド陸軍に士官として入隊。軍を引退した後に博士号を取得し、一時米国で教授職を得る。2006年からニュージーランド国立末生大学にて教弁を取る。母国ニュージーランドへ帰郷して現職に就いた理由について本人はインターネットさえあれば世界はフラットだからと語っている。専門は 社会工学的コンピュータ設計学であり、これは社会や人間のあり方がコンピュータ設計に及ぼす影響についての研究。2007年、プレプリントサーバにて我々の現実世界は多次元スクリーンに展開する情報処理システムであるという仮説を発表し、科学関連ニュースを扱う世界的人気サイトを中心に注目を集めた。ただし、この論文内容は、 本人の専門分野からやや離れており、発表以降の研究活動はあまり盛んではない。この論文では、あらゆる物理法則を何らかの情報処理システムにおける法則とし、その上で、宇宙は多次元の宇宙的時間軸に展開するシミュレーションの産物であると結論付けている。このアイデアに基づけば、現象的。 ビッグバンは我々の世界という仮想現実システムが起動したものとして説明可能であるし、また相対性理論と量子力学の矛盾といった物理学上の諸問題が解決される利点があるという。とはいえ、本人自身が論文中においても、また科学系、ニュースサイトによるインタビューにおいても奇抜な理論であることを認めている。しかし、論理的には、 検証可能性を見たシュール氏、オッカムのカミソリに反するどころか、むしろ現代科学が必然的に要請する理論であるとも擁護している。類似する理論として、J.D. ベッケンスタインが提唱する、ホログラフィック宇宙論が挙げられよう。また、フランク・ティプラーによれば、知的生命体が究極の進化を遂げた姿は、宇宙全体をシミュレーションする。 コンピュータシステムのようなものではないかと提起している。日本国内で知名度が高いが、これは日本のアニメ作品、心霊狩り、ゴーストハウンドの第19話予告で討論文の内容が引用されたことによる。引用されたセリフの中では、我々の意識も仮想現実システム内で生成されるといった趣旨が述べられているものの、博士自身は人間の意識が 情報処理の産物であるかどうかまでは論じていない。ありがとうございます。